問題です。俺どこだ。はい、ここ。これ俺です。こういうパターンもあるんだね。今回俺鶏になってます。え、おじさん、どこ連れてくの？お散歩の時間？ねえおじさん、俺まだお腹減ってるんだけどな。おい、おじさん。はい、ザージーパイ、お待ちどうさまです。あざます。もし鶏に人間くらいの知能があってもこれなら食べる。なんですか急に。やめてくださいよ。ああ、俺の体が小気味よいリズムで食べられている。なんか新しいものに目覚めてしまいそうだぜ。はあ、何してんの君ら。食べ物系 ASMR を収録しようと思ってザージーパイを買ってきたんだけど、ちょっと多すぎて。それでなんでうち呼ばれたの？残飯処理。おい、この語彙のないバカ喋らせんな。ごめんなさい、この先輩悪気ないんです。ゆるふわなだけで。いいじゃんいいじゃん。はい、蔵前さん。あーん、まあ別にいいっちゃいいけど。あーん、これ美味しい。関節キスだ、エッチー。どうしたのもう。ほら、お水お水。大丈夫、気管に入っただけ。無自覚の悪魔だな、あの人。ごちそうさまでした。かくして美味しくいただかれてしまった俺。食うもの食われるものの連鎖で地球は巡り回っているのだ。嘆く必要はない。ただそれが当たり前のものではないと自覚して、感謝して残さず食べてくれよな。フードチェーン。